里崎チャンネル。こんにちは。今日からマイクがついてます。はい、そう、はい、ねえ、なんかどんどん機材も進化してきますね。そうですね。ちょっといけいけっすかね。そうですね。だって照明もね入りましたからね、ちゃんと。そうですね、はい、あとね肩も出してますしね、半分。そうですね。あのこれ別に進化じゃないですけどね冬バージョンでしょ。冬バージョンの、そんなあるんですね。そうです。あの最近片方の肩出しの服がすごい流行ってるんですよ。世間で。世間で。へえ。みんな片方肩出してますから。両方はダメなんですか。両方じゃなくて今年はやっぱ片方なんですよ。カタカタ？カタカタ。じゃあ俺もカタカタ出そうかな。一緒心にカタカタになりますか？私が笑っちゃうから。なんかすごいコツいいんですもん。はい。ということで、はい、あの今日なんか聞きたいことがあるらしいですか？そう、あの本当に私の素朴な疑問なんですけど、はい、なんか球種って、はい、ピッチャーの、はい、なんかいろいろ名前あるじゃないですか。はい、結局球種っていくつあるんだろうっていう。はは。え、いくつあると思います、ちなみに。ちなみに20個ぐらい。20個。はい、さあ皆さん、クエスチョンタイム、球種はいくつあるでしょうか。はい、はい、締め切り、はい、まあ今皆さん頭にねポッと考えてくださったと思うんですよね。はいはい、正解は、はい、6個です。6個。はい。え、もう本当にそれだけしかないんですか。そうですね。待ってね、じゃあ今言いますね。はい。ストレート、はい、カーブ、はい、スライダー、はい、チェンジアップ、はい、シュート、はい、スプリット、うん、ナックルカーブ、うん、なんか縦スラ横スラとか言いません。うん、言いますね。ほらほら、もう私もう9個言ってる。はい。あとツーシームフォーシームとかもなんか違う。そうそうですね。そうですね。そうですよね。はい、でもストレートでしたっけ。ストレート系ですよね。そうですね。うん、でも私が多分知らないのもあるんで、今でも11個言いましたよ。そうですね、はい、簡単に言うとね、ストレートでしょ、フォーシーム、ツーシーム、ワンシームでしょ、カーブ、スローカーブ、パワーカーブでしょ、ナックルカーブでしょ、はい、わ、めっちゃいっぱいあるじゃないですか。で、ドロップでしょ、はい、で、スライダー、うん、スラーブ、うん、縦スラーで、カット、はい、あと、もう今ね、13個言ってますか。で、シュート、はい、シンカー、うん、あー、シンカー、うん、で、フォーク、スプリット、うん、チェンジアップ、ナックル、はい、パーム、うん、あと何かあったかな。今19。あとなんかもうようわからん名前つけるやついるからな。あと何かあったかな。まあでもそんなもんか。じゃあ、じゃあまあまあ、もうちょっと何かあったとしても20前後あるじゃないですか、うん、いやいや、6個っす。6個ですか。はい。こんだけ名前があるのに。はい。いや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 、ですか今だって自分で19あげたじゃないですかいやいや、6個っす。6個ですか。はい。なんでですか。まあ言いますよ。はい。まあこの6個のうちストレートも入ってるんで、はい、ストレートを のけると変化球はまあ5個しかないんですよね、はい、でそれなんでかっていうと、うん、360度ですよね、はい、360度のうち変化球投げれるのは真ん中に線引いて下180度しかないんですよ。変化球投げられるのは下180度だ。上ホップはないじゃないですか。上にホップしていく球はないんで。なんかこう浮き上がるような球とか言いません？気のせいですよね。あ、それ気のせいなんですか？だってね、はい、マウンド高いじゃないですか、はい、打席は低いんですよね、はい、でキャッチャー座ってるんですよね、はい、浮き上がるってこうですからね。もう物理的に考えて無理ですよね確かにそうですねこうはだって上から投げてこうってお前あのピンボールとかじゃないかっていうね。まあ、確かにそうですね。だ物理的に考えて絶対落ちてるんですよね、はい、認識上浮き上がるってなりますけど絶対落ちてるんですよね。アンダースローの人でも落ちてるんですか。一応だからこれ下からこうやって上の投げたら行きますよそうです、ね、だからピッチャーでもこうやって上投げたらそれは浮き上がっていきますけど、はい、物理的に考えたら落ちていくっていうのは必然的に、はいはい、ってなった時に、うん、あの180度が下しかないわけですよ、はい、でそう考えたらね、はい、真横ね、はい、で2斜め 4縦、はい、5これで終わりです。あともうピッチャー勝手につけてるだけです名前。あ、そうなんですか。変化球はもう言ったもん勝ちなんですよ、はいはい、要はもうそいつがそれって言ったらそれなんですよ、はい、でも見てるこっちからすると全然って思う時もそいつがもうツーシームって言ったら、はい、どんなにあの見た目がチェンジアップでもツーシームなんですよ。へー、
だからロッテで薮田さん、ツーシームって投げてましたけど、はい、いやいやもう先発チェンジアップなんですよ、僕の認識上は。でも本人がそうやって言うから、もう仕方ないですよね、はい、でスライダーでも、うん、だからまあスライダーとカットね、はい、ってなった時に、まあ標準的に考えると、うん、小さく曲がるのがカット、はい、大きく曲がるのがスライダーっていう多分認識だと思うんですけど、じゃあどの幅からがカットからスライダーの変換点なんやって言った時に、もう言ったもん勝ちなんですよ、ピッチャーが。ピッチャーが結構曲がってんのに、ピッチャーがカットって言ったらもうカットなんですよね。あ、なるほど。はい、でどんだけ曲がらなくてもピッチャーがスライダーって言ったらもうスライダーなんですよ。はい、え、じゃあこのピッチャーよりこっちのピッチャーの方が、あの、ん、ちょっと難しいなこれ、A のピッチャーのカットよりB のピッチャーのスライダーの方が曲がってないこととかもあるわけです。うん、ありますあります、全然あります。なるほど、はい、だその人がこれはスライダーだって言ったらスライダー、スライダーさ、もうピッチャーの言ったもん勝ちなんですよ。へー。でそもそも、はい、あのよくフォークとスプリットって言いますけど、はい、アメリカにフォークないですからね。え、そうなんですか。アメリカ人は全員スプリットって言うんですよ。その系のは全部スプリット。あ、もうスプリットとしか言わないんですよ。フォークっていうのは日本人が勝手に使ってるだけで、はい、アメリカでは全部スプリットになるんですよ、はい、だからあのスプリットとフォークの違い何ですかって言ったら、はい、あ、一緒ですっていう。へー、そうなんだ。だってアメリカ人フォークって言わないんですから。フォークボールってなんかこうやってね投げるような。だってあのスプリットもこうやって、で、まあ、日本人の認識上は、はい、フォークは深く握って、はい、スプリットは浅く握るとかって言うんですけど、はい、もうそもそもアメリカに行ったらフォークがないんですよ。へー、そうなんだ。そういう用語として、はい、全部スプリットになるから、はい、だから日本人って、うん、日本で投げてた時フォークっていうのに、はい、メジャーに行った瞬間スプリットになるんですよ。まあそれはそうですよね。だって解説もスプリットって言うんですから。はい、そうですね、はい、じゃあ名前は自分が勝手につけてるわけですね。そうだ、カーブとかでもね、まあ、カーブ、スローカーブ、パワーカーブ、ナックルカーブとかありますけど、はい、所詮カーブなんですよ、はい、ゆっくり来るか早く来るかの違いですよね。でスライダーも大きく曲がるか小さく曲がるかの違いだし、はい、シュートも大きく曲がるか、だってシュートとツーシームの違いなんやねん、ちょっと一緒ですからね。あ、そっか。そもそも、え、じゃあピッチャーがじゃあこれはナックルカーブだ、これはなんとかカーブだって一応使い分けてるとするじゃないですか、うん、それを佐藤さんはでも全部認識はしてるわけですよね。認識はしてますけど、はい、もう置き換えますよね。へー。だからもうミーティングとかでも、はい、なんかスライダーって言うんですけど、はい、いやいやもうカーブしようっていう。だからもうカーブとしか認識しないです、はい、だからこれね、アマチュアの人とかこれ野球やってる人もそうですけど、はい、ピッチャーが言うこと信用、もう自分で置き換えた方がいいですよ。ピッチャーがいくらスライダーって言っても、はい、認識上カーブなんだったらもうそれはカーブと思ってた方がいいですよ、はい、じゃあカーブが、え、じゃあサインはスライダーで出しながらカーブが来ると思ってるんですか。そうそうそう、だってカーブだからもうスライダーと思ってカーブと思ってます。へえ。でサインはスライダーで出すわけですよね。いやいや、だからもうピッチャー勝手言ってるだけで、もう僕はカーブという認識しかないんで。はい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 。だからジャイアンツの内海がスライダーって言って投げてたんですけど、はい、もうカーブにしか僕は見えないんですよ、認識上、はい、うん、でカーブって思った方が対応しやすいんで、はい、もう内海はカーブって思ってました。へえ。だからそのピッチャーはスライダーってカーブと思ってるボールをスライダーって言って投げてるわけじゃないですか。勝手にね、勝手に、うん、だからこっちは勝手にそれはカーブって認識してるだけです。それサインミス起こんないんですか。起こんないです。だってそれがそれ一緒ですもん。だってどうせその軌道変わんないんで。あ、そうかそうか。だから打つ時ももう自分でカーブやと思って打った方が対応しやすいんですよ。あー、なるほど。だから自分の中のスライダーはどういう曲がりなのかとか、自分の中のカーブはどういう曲がりなのかって認識してやった方が惑わされなくていいですよ、はい、へー。フォークとチェンジアップとかも別に同じだったらもう縦みたいなんでいいですもん。あ、そうなんですね、はい、もう気にしないです。なんかダルビッシュ投手は球種がなんか十何個あるみたいな言われてるじゃないですか。え、じゃあもしダルビッシュ投手の球を受けるとしたら、もう 5個ぐらいの気持ちで認識はない。でもサインは十何個ありますよね。やっぱそうですよね、はい、だって速いカーブか遅いカーブでも違うんで、 それは取る方は知っときたいですよね、はい、そういう違いはありますけど、はい、でも認識上は遅いか速いかの違いだけで、はい、曲がりは真横かこれかこれしかないんですよ。180度下しかないんで、そこが速いか遅いか曲がりが小さいか大きいかの違いしかないんで、はい、結局はだからそれをもう自分で認識するだけでいいんで、はい、だからもう僕解説とかでも、うん、もう結局その同じ曲がりでもピッチャー次第なんですよ、はい、球種は、うん、だからもうスライダー系ですねって言います。なるほど、全部系統にまとめちゃえば、はい、これはツーシーム系ですよねって言ったらもう系だから、うん、はい、シュート系ですよねって言ったらもうツーシームもシュートも一緒じゃないですか、はい、あと落ちる系ですよねって言っときゃら、はい、もうフォークもスプリットもチェンジアップも一緒なんで、もう確かに間違ってはないですよね。はい、僕だからもうで間違うと間違うっていうか僕の認識で答えると、
いや今のはあのいや俺がいや今のスライダー良かったですよ、今のはカットだよとかっていうファンの人いるんですけど、はい、あのそれもそもそもそのピッチャー勝手に言ってるだけだからね認識が違うだけだけど、その曲がりの幅も勝手だからっていう。だからもうその突っ込まれるのもめんどくさいんで、はい、スライダー系って言います。系って言えば全部、今だからツーシームとかストレート分かんなかったら今ストレート系ですよねって言って、はい、あざっくり言っとけばね、はい、間違いじゃないですもんね、はい、でももうこの下しかないんで、はい、じゃあ球種はストレート合わせたら6個で、ね、の認識でもう早いか遅いかとか曲がりが大きいか小さいかだけで認識して、うん、自分のルールで決めた方がいいですよ。あ、なるほど。その方が対応しやすいんで、キャッチャーでもそうだし、うん、バッターボックスでももう自分がこいつはミーティングではスライダーって言ってるけど俺にはもうカーブとしか思えないからカーブっていうつもりで打とうと思う方がタイミング合わせやすいんですよ。だから相手の言うことに惑わされない方がいいですよ、うんうんうん、スライダー中で縦に落ちてる場合も全然ありますからね。あ、そうなんですね。いやもうそれスラーブやろって思う時もあるんで。なるほど。もうそもそももしかしたらもう縦に落ちるカーブ系みたいな、ね、っていうのもありますし、はい、ツーシームとかでもうシュートやなって思ってる方が楽なんですよ、はい、だそういう風にアマチュア野球してる方もね、うん、あの認識を惑わされないでもう自分のルールで押し込めた方が、うん、球種何個あったとしても惑わされなくて済むんで、うん、僕はそっちの方がいいんちゃうかなっていう。なるほど、はい、でこれ現役時代佐藤さんやってきて、はい、でもなんだこの球種はみたいな魔球みたいなのって見たことないんですか、はい、ないですね。だっていいんですか、そのどうせ5つの曲がりしかしないですから。そっか、はい、その中で速いか遅いか曲がりが大きいか小さいかだけなんですよ。でもこれはもうカーブとかよりもなんかボールが消えるみたいな。もう消えたらもう見えてないですよね。しかもキャッチャーでサインと自分で出してるんですよ。自分が出してて消えるって、もうそれもキャッチャーやめた方がいいですよね。自分が出してるんですもんね。自分が出して曲がり方半端ねえっつってそれもノーサインでしょ。そうですね、すいません確かに。はい、じゃあ球種は分かりました。あ、だからもう解消されました。だからもう、はい、あの球種はもうピッチャーの言ったもん勝ちです、はい、もうそいつがそれっつったらもうそれなんですけど、はい、あの惑わされないです、はい、皆さんあの球種は6個です。